さあ続きましてですね、フリーウェイダンススタジオの皆さんによるダンスパフォーマンスをお送りいたします。ホリーハロウィンキッズ仮装コンテスト2015の審査結果が出るひとときまで、北堀江にあるフリーウェイダンススタジオの皆さんによるダンスパフォーマンス、フリーウェイダンススタジオキッズダンスショーでお楽しみいただきたいと思います。それでは皆さんお願いします。まずはですね、ご紹介しましょう。トップバッターは、3歳から6歳の小さなバレリーナちゃんたちの登場です。とっても可愛いですね。まずはですね、キッズバレー、土曜日のクラスの皆さんによるパフォーマンス、そして続きましてキッズバレー木曜日の皆さんによるパフォーマンスをお楽しみいただきたいと思います。フリーウェイダンススタジオの皆さんによるダンスパフォーマンスです。皆さん準備は大丈夫ですか？はい、それではよろしくお願いします。紫の看板が目印の総合ダンススクールです。
文字通りプロダンサー家からジャズ、バレエはもちろんヒップホップなどのストリート系ダンス、そしてタップダンスまで幅広く数多くのダンスジャンルでお楽しみいただいております。ダンスは初めてという方から海外プロダンサーまで充実していまして、レッスンを受けていただいております。年齢構成も一番年下は3歳から最年長は76歳までと総会員数1000名に上るビッグファミリーです。さあ今日はですね、そんなフリーウェイダンススタジオのキッズクラスから子どもたちが元気いっぱい踊ってくれます。どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。ご声援や拍手の方も皆さんぜひよろしくお願いします。さあ続いてはですね、タップダンスです。タップはシューズの底についているタップチップで床を叩いて音とリズムを取ります。最も体のバランスが必要な、そしてリズム感を養えるダンスとなっております。それでは皆さんご準備大丈夫でしょうか。よろしくお願いします。そしてヒップホップ低学年の皆さん、続けて登場してもらいます。
fucking business. And people come from miles around with an almost religious devotion to get on down. Baby, you can do it, take your time, do it right. We can drink some beer and do it all damn night. My name ain't Wonder, but I rock the world. Get more pops than the Jerry Curl. Too many looking at his feet, looking for clues. There's a party going on now, what you gonna do? So ね、キッズもね、キンダーの皆さんもかっこよかったです、さあ続きまして参りましょう、ジャズ系のクラスをご覧いただきたいと思います、ストリートジャズ上級、そしてジャズ、今ジャズ、ストリートジャズ初級、そして英語でダンスの皆さんの登場です。今ジャズとは今風のジャズということで、フリーウェイダンススタジオオリジナルジャンルです。英語でダンスは文字通り、レッスン中はもちろんレッスン後も英語でお話しされているそうです。すごいですね、レッスンの外の雰囲気もちょっと興味津々なんですけれども、どうなんでしょうか、それではですね、ストリートジャズ上級の皆さんからお願いします。レッツダンス。